いつになくでかい方ですね。いつになくでかい方ですね。最高やな。中。あ、パスまだです。乗ってあります。乗ってます。乗ってる。入ってる。はい、そうです。で、おはようございます。あ、お願いします。マフラーボーです。お願いします。あ、ガフはこっちですか。はい、すみません。大きいとこ撮ってますね。そうですね。ありがとうございます。おお、五番 G G G。あ、タバコも横。俺最高やな。うわ、すごいで、すごいで。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。うわ、それでもありません。そう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 。え？いや、ここ部長だけで。部長だ、部長だ、部長。ここでなんか、あの全部ピアノあるわ。あるある。あるある。グランドピアノ。あれでいけたもん、あれでいけよな。それ、あれでも絶対です。まあ、それで音ちょっと一回試してやってもうて。ええんちゃう？チューナー出しましょうか。チューナーそれ出ているわ。ちょっといけたけど、アウスト化してもらった方が絶対いいよな。ええ音や。遠い昔の記憶だ。あの光景を見せてもらI'm not sure.
戦。なぜ優勝で銀行員さん大丈夫ですかね、子供られて銀行員さん大丈夫ですか2月6日、2月の6日トレーラー銀行員さんは大丈夫だけど岩井さんが一番危ない2月の6日。入れといてます、入れといてます。もう最初もエコモードコンテスト2015年決戦開催します。
はい、どうぞ。ありがとうございました。ハローバックヤードの皆さんでした。一番手取りことで、実はされないですが、ありがとうございます。もちろん私も初めての歌を聴かせていただいたんですけど、多分あの年代的にはそんなに変わらないのかな、より一層その戦争の悲惨さとか、そういう、この戦争をね、二度と起こしてはいけないんじゃないかという、気持ちを、まあ、皆さんに聞いて皆さんに思い起こさせるという意味では、本当に、説得力のある歌であった。では、井本さん、お願いします。いい音楽は、音楽の方でもちょうどそのギターの分量だったり、ベースの分量だったり、カフォームだったり、そしてちょうどあのコーラスの分量、そして元の芸人の分量、全部のその構成として分量がすごくよく考えられていて、あの一曲を通して、いい分量になっているというふうに思います。ショコショコタンのギタリスト、いや素晴らしいギタリストね、もうすごい、これもしかっこいいほんまな、もういやいいと思う、いや本当なバンドというかユニットでやったの、なんかバンピでやってはって、うん、あのたまにこう手伝いに、ああそう、あれねかっこいい、かっこいい、でも褒めていただいて、ああありがとうございます。歌詞を見ながらご一緒に歌ってください。ピアノ伴奏、本日ご出場のマホロバクラブの山本めぐみさんです。山本めぐみさん、よろしくお願いいたします。歌いましょう。皆さんお疲れ様でした、今日は、第9回目ということで、私第1回から審査員を務めさせていただいております、客席もこんなにたくさんのお客様が来てくださって、確実にこのコンテストが、成長してるなと、そして何よりもそれを一番実感したのが皆様の実力でした、過去9回過去の8回とは比べ物にならない、グレードの高さでした。それは単に音楽的にグレードが高いとかそういうことじゃなくって、そのもう私も審査の途中で言ったことがあるんですが、申し上げましたが、好みの問題のところまで来ています。もう要するにその、ドラムロールが欲しいところです。発表します。ドルルルルルル口ドラム Here and There を歌われたパレスの皆さんです。